それではスタートします。さあ、コメントを全く読んでないですね。さあ、林野選手、先日のトライドはいい結果でした。でも NHK では悔しい思いしたので目指せて1キロということで、昨日ちょっと練習中にかけて脇腹を先脇が出てる林野選手ですが、どうしたんでしょうね、多分ワンアウトもそうですね。でもこんなお構いなくよくわかる相手が、幅下選手は上がって泣いてるぞ。このターンを追いますかわしで、さあ、ゴールタイムの方はタイムのタイム、タイム2秒0秒です。1秒ずつだったら上げてますね。そうです、1秒ずつ上げてます、ね、ということはこの林田選手は今も3秒です、ね、1秒ずつみんな上げてきてるんで、さあ、林田選手、コストなんて行いながらって湧いております。今回コメントが難しいですね、なんかこれからどうコメントするかよくわからないですね。DSR250 です。さあ、それでは用意の方はよろしいでしょうか。はい、それではスタートします。さあ、西崎選手は異様なタイヤの選択をしてますよ。同じ IRC ですが、前は 01R、 後ろは 02、 銘柄違いで走ります。この組み合わせどうなるか、ちょっと試してきましたね、今回。さあ、このタイヤでも、西崎選手みたいにバイアスタイヤで IRC っていうのはいいグリップのタイヤなんですよ。そうですね、これは多分バイアスの中で一番いいんじゃないですか。いいんですよ、まあ、綺麗にもエンタレスキーもなかなかいいんですけど、今車に林田選手が帰ってきました。さあ、ゴールタイムの方はタイム2分11秒です。